ロンフラールは、オランダ、北ホラント州、ヘンスブルーク出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは DF。20歳の時に、AG アルクマールからデビューした。2005年、U-20 オランダ代表として、FIFA ワールドユース選手権に出場した後、マルコ・ファンバステン監督からオランダ A 代表に初、招集された。ルイ・ファンハール監督との関係が悪化し、 2006年にフェーノールトに移籍した。膝の十字人体を2回断裂するなど多くの怪我に悩まされた。2006年と2007年の2度の UEFAU-21 欧州選手権では中心選手として2連覇を達成した。2012年には A 代表として初の主要大会である UEFAU ロ2012に出場した。ユース時代編集6歳の時に 地元のアポロ68というクラブに入団した。アポロ68のユースコーチであったキース・ウィジットは後に彼は5歳ほどであったが、すでに我々と共に練習することを認められていた。当時からどんなに素晴らしかったことか。両足から放たれる力強くて質の高いキックを持ち、それに加えて驚くべき知性を備えていた。ロンはいつも勝利を求め、 より良くなろうとしていたと解雇した。小学校の最終学年の時に、アポロ68を離れ、より高いレベルでのプレーを希望した。フラールは、SVW27 に入団した。SVW27 で1シーズンプレーした後、2002年、トップチームがエールステディビジンに所属していた、AG アルクマールの下部組織に入団し、2007年夏までの初のユース契約を交わした。 A.G. アルクマール、編集2004から05シーズン終盤、20歳のフラールはトップチームデビューを飾った。負傷や出場停止などでトップチームの選手の数が足りず、2005年4月23日の RKC バールバイク戦ではフラールがベテランセンターバックのバリーオプダムの相方を務めた。同シーズンの UEFA カップでは準々決勝の ビジャレアル CF 戦などでもベンチに座ったが、4月28日、準決勝のスポルティング CP 戦に先発出場し、欧州カップ戦初出場を果たした。デビューシーズンには、国内リーグ戦3試合と UEFA カップ2試合の稽古試合に出場した。2005から06シーズンを飛躍のシーズンとしたかったが、ルイファンハール監督は、フラールの代わりにより熟練した選手を選んだ。 最初の半年間で3試合に先発出場して4試合に途中出場し、エールディビジでは計7試合に出場した。AG では控えであったが、オランダ代表のマルコ・ハンバステン監督に対して、A 代表招集に十分であるとの好印象を与えた。またフラールはユース契約であったため、様々なクラブが獲得に興味を示した。 AG は条件を改善した新契約を持ちかけたが、フラールは AG に止まることには乗り気でなく、ファンハール監督に対して、彼は僕に、もし新契約にサインしないのならば、控えのままだと言ったんだと述べて、契約を強要されたと感じていた。AFC アヤックスとの契約に近づき、また、父親や代理人とともに、ロンドンを訪れて、マルティンよる監督率いるトッテナムホットスパー。 FC とも接触した。フェーノールト、編集フェーノールトでのフラール2005年12月28日、フェーノールトと,と3年半契約を結んだ。2006年1月15日のフィテッセ戦でデビューすると、すぐにレギュラーに定着し、2005から06シーズン後半戦はリーグ戦16試合に出場した。2006年8月、 レディング FC とのプレシーズンマッチで足を負傷し、2006から07シーズン序盤は、低調なプレーぶりだった。当初は、小さな負傷のように思えたが、FC フローニー運転との開幕戦では33分に、途中交代せざるを得なかった。医者は、フラールの足の骨に亀裂があるのを見つけ、シーズン前半戦を、ほとんど丸々棒に振った。復帰後には再びポジションを獲得し、 残りのシーズンの20試合に出場した。2006年12月16日、FC、ユトレヒト戦で遺跡後初得点を挙げた。ベルトファン・マルワイク監督が就任すると、2007から08、シーズンは、主に新加入のケビン・ホフラントと、センターバックのコンビを組んだ。しかし2007年9月16日、ローダ JC 戦で負傷し、十字人体の手術を受けて、 残りのシーズンの離脱が決定した。手術後には、細菌性感染症に悩まされた。2008年夏のプレシーズンに、膝の内側側側腹靱帯を負傷して1ヶ月以上も離脱したが、戦線復帰後には、チームメイトのホフラントと激突し、2007から08シーズンに負傷したのと同箇所の十字靭帯を負傷して、再びシーズンを棒に振ることとなった。 2007から08シーズンと2008から09シーズンのほぼ全てをリハビリに費やしたが、2009から10シーズン序盤、9月25日の KNVB カップ2回戦、ハルケマセボーイズ戦では、ハーフライン手前でパスを受けるとホフラントにシュートを打つように消しかけられ、約60メートルの距離からのロングシュートを決めた。復帰後は主に、 ブラジル人のアンドレバイアとセンターバックのコンビを組み、屈強な肉体を生かしたプレーが賞賛された。2010年夏にはキャプテンに就任した。2011から12シーズンは、アヤックス・アムステルダムに次ぐ2位となり、UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦の出場権を獲得した。アストン・ビラ、編集 UEFA ユーロ2012終了後の2012年8月1日。 イングランドプレミアリーグのアストンビラ FC に移籍した。AG への復帰、編集2015年12月7日、自身がプロデビューを果たした AG アルクマールに2014-15、シーズン終了までの短期契約で復帰した。2021年2月10日、ハムストリングの負傷により2020から21、シーズンの出場機会が全くなかったことで、現役引退を発表した。 UEFA ユーロ2012のデンマーク戦でのフラール世代別代表。編集フラールは常に世代別オランダ代表に招集されていたが、最も成功を収めたと言えるのが 2005FIFA フフワールドユース選手権に出場した U-20 オランダ代表と2度の UEFAU-21 欧州選手権に出場した U-21 オランダ代表である。 2005年6月から7月にかけてオランダで開催された FIFA ワールドユース選手権ではキャプテンのヘドビヘスマドロを支える第2キャプテンでありオランダ代表の全試合に出場する重要な選手であった日本代表オーストラリア代表ベナン代表と対戦したグループリーグを三戦全勝で難なく突破し決勝トーナメントでは チリ代表を破ったが、結果的に決勝に進出するナイジェリア代表に1の1で敗れた。フラールは同点弾を決め、PK 戦でも PK を成功させたが、オランダ代表は準決勝に進めなかった。2006年には U-21 オランダ代表として UEFA、U-21 欧州選手権に出場し、オランダ代表は史上初の優勝を飾った。 フラールはグループリーグのデンマーク代表戦を除いた全試合に出場し、決勝でウクライナ代表を3の0で破って優勝した。UEFAU-21 欧州選手権の2007年大会にはキャプテンとして出場し、決勝でセルビア代表を4の1で破って2連覇を果たした。フラールはグループリーグの全試合に出場し、準決勝に進出したことで、 翌年の北京オリンピック出場権を獲得した。彼のミスでリロイ・リタに先制点を許したが、終了間際にマセオ・リフテルスの同点弾が生まれて延長にもつれ込み、それでも決まらずに PK 戦に勝敗が委ねられた。PK 戦は長引いたが、16人目のジャンにザイフェル・ローンが決めて1から1で劇的な勝利を収めた。フラールは後半途中に膝を負傷し、 途中交代したために PK 戦には参加していない。決勝ではセルビア相手に4-1で解消したが、フラールはベンチから試合を眺め、第2キャプテンのマドゥーロが、フラールの代わりにトロフィーを掲げた。A 代表、編集プロデビューして、日が浅いにもかかわらず、オランダ A 代表のマルコ・ハンバステン監督の注目を浴びるのに十分な活躍を見せ、2005年6月の ルーマニア戦に招集されたが、この試合での出場機会はなかった。10月8日、チェコ戦で A 代表デビューを飾った。2008年夏には、ベルトファン・マルワイク監督が就任したが、フェーノールトでの好調さから、マルワイク監督は2010フィ f ファワールドカップに向けて、フラールに注目していると公の場で述べた。しかし、2007から08シーズンと2008から09、 シーズンに深刻な負傷を負ったために代表には招集されず、2009年夏にフェーノールとのトップチームに復帰してからも徐々に完全な状態に戻るまで招集が見送られた。しかし2009から10シーズン後半には、マルワイク、監督はフラールの招集を真面目に検討していると述べた。南アフリカで開催される2010フィファワールドカップに向けた代表候補に選ばれたが、 キャンプ中にハムストリングを負傷して離脱し、5月27日にマルワイク監督が発表した23人の出場選手からは外れた。2010フィファワールドカップ後初の試合となった、ウクライナ戦には代表の主力がほとんど出場せず、フラールがキャプテンマークを巻いた。2012年5月7日、マルワイク監督によって UEFA ユーロ2 0 1 2に向けた。 代表候補36人に選ばれた。6月2日、北アイルランドとの親善試合で、イブラヒム・アフェライのコーナーキックにヘディングで合わせて代表初得点を記録した。母親はハンドボール選手であり、父親はアマチュアのサッカー選手である。妹の一人は体操選手であり、もう一人はバレーボール選手である。 ヘーノールというマイナス -21 オランダ代表2013年3月23日時点。ありがとうございます。